この給付パターンを攻略する魔法の言葉がある。魔法の言葉？それは焼きそばだ。焼きそば？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 変なドラマチャンネルのつりでございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はウプ主のメッセージを代読していくぜ。今回はテンポキープができない意外な理由を紹介するぜ。霊夢はテンポキープ得意か？あんまり得意じゃない。苦手な人多いよな。どうやったらテンポキープできるの？そんな霊夢に朗報があるぜ。え？朗報？どこどこ？落ち着けって。ウプ主がレッスンをしていて、気がついたことがあるんだ。テンポキープで悩んでいる人は、給付のタイミングが苦手な人が多い。給付のタイミング？給付って、あの給付だよね？音を出さないお休みの。そうだぜ。もちろん他にも苦手な理由はあるけど、テンポキープが苦手な人は、給付が苦手なケースが多いんだ。音を出さない給付なのに、テンポキープと関係あるの？ありありだぜ。どういうことか教えてほしいよ。わかった。どういうことか解説するぜ。いきなりだが霊夢、これ叩けるか？叩けるよ。じゃあ、これ叩けるか？叩けるかな？最後に、これ叩けるかな？おい、霊夢。動画で無言は NG だぞ。これは自信ないよ。いつもこのリズム出ると固まっちゃうよ。給付になると自信がないというドラマーの方は多いんだぜ。確かに苦手だけど、給付とテンポキープって関係あるの？確かに給付はお休みだけど、音を出さない演奏なんだ。音を出さない演奏？それってどういう意味なの？給付といっても、音を出すタイミングはある。給付と音符がついている、こんなやつってこと？そうだぜ。これは普天八部給付と十六部音符になるんだけど、これを演奏しようとすれば、音を出すタイミングは必ずある。どんなリズムでも、音を出すタイミングがあるってこと？そうだぜ。テンポキープがうまくいかない理由として、リズムを叩くタイミングがまちまちになっていることが理由としてあるぜ。そっか。同じリズムでも、毎回微妙に違うタイミングで叩いていたら。そう。テンポが乱れる可能性が非常に高くなるぜ。私、わかんないリズムは耳コピで叩いてたよ。これだけがテンポキープができない理由ではないけど、タイミングをしっかり理解すると演奏の精度がぐっと上がるぜ。やっぱり譜面って読めた方がいいのかな？譜面とか勉強苦手なんだけど。絶対とは言わないけど、読めた方が得は多いぞ。それにしても、このインサート動画、得からかけ離れてない？景気良くていいじゃないか。話を元に戻すけど、どうやってタイミングをつかむか、楽譜が読めない霊夢でも、わかるように頑張って解説するぜ。マリサ、頑張って。頑張るのは霊夢だぞ。給付のタイミングを理解する練習方法を紹介するぞ。よろしくお願いします。そうは言っても、給付のリズムすべてを紹介するのは大変だ。だから今回は、2パターンを紹介するぞ。もっと教えてよ。もっと知りたい場合は、動画の拡散、チャンネル登録お願いだぜ。ちゃんと宣伝はするのね。それじゃ、早速解説するぜ。まず最初に練習するのは、この給付パターンだ。あ、さっき出てきたやつだ。この給付パターンを攻略する魔法の言葉がある。魔法の言葉？それは焼きそばだ。焼きそば？マリサ、ふざけないでよ。ふざけてなんかないぞ。まずはこれを見てほしい。16部音符に焼きそばって書いてあるけど。16部音符は簡単に言えば、4文字の言葉に置き換えて叩くことができる。その4文字の言葉が焼きそばってこと？その通り。まずは焼きそばと言いながら、16部音符を叩いてほしい。この時、メトロノームを必ず使ってほしい。テンポは60から始めるといいだろう。いきなり手をつけてもいいが、まずは口だけで始めるのがおすすめだ。焼きそばって言いながら叩くと、焼きそば食べたくなるね。言うと思ったぜ。給付パターンに話を戻すぜ。この給付パターンを焼きそばに置き換えると、焼きその部分がお休みで、場だけ叩くことになる。練習するとき、叩かない焼きそば、空振りするといいぞ。つまりこのリズムのタイミングは、焼きそばの場だけ叩くタイミングってこと？その通り、そのタイミングで叩くんだ。空振りになれたら、次のステップだ。焼きそを空振りしていたが、次は空振りしないで叩くんだ。でも絶対に守ってほしいことがある。何？何を守るの？必ず焼きそばと声に出してほしい。声に出すことで、よりタイミングが明確になる。だんだん慣れてきたよ。実際に音を埋めることで、タイミングはより正確に把握できる。言葉を埋めることで、感覚ではなく実際のタイミングで叩くことができるんだ。ところでマリサ、
なんで焼きそばなの？4文字なら高々でも高つくとかでもいいんじゃないの？なんかそっちの方がミュージシャンって感じあるじゃん。ウプ主が20年以上焼きそばを使っているから、それだけの理由ではあるんだが、ウプ主曰く、普段から使い慣れている言葉の方が、抵抗なくタイミングをつかめるらしい。あと4文字すべて違う単語の方が、16部音符の何打目を叩いているか、理解しやすい利点がある。じゃあ高つくでもいいんじゃんね。マリサ、動画で無言は NG だよ。ウプ主もうすうす気がついていたらしいが、20年以上という時の流れには抗えないそうだ。気を取り直して、次はこのパターンだ。これはどういうタイミングで叩けばいいの？この給付パターンを焼きそばに置き換えると、こうなるぜ。焼きがお休みでそばだけを叩くのね。その通りだぜ。さっきと同じように、空振りをする。必ず焼きそばと声に出してくれ。焦らなくていいぞ。止まるくらいゆっくり試してほしい。ウプ主の師匠である菅沼光三の名言で、ドラムはどんなに難しいフレーズでも止まるくらいゆっくり叩けば誰でも叩ける。ゆっくり確実に叩けるテンポから、徐々に速くすればいい。手数王と呼ばれるくらいだからいきなりガンガン叩くのかと思った。実はそんなことないんだ。師匠はいつもゆっくりから叩け。そう言っていたぞ。そうなんだ。意外だな。ドラムが上手くなる唯一の方法は反復練習しかない。もどかしいかもしれないけど、反復練習はゆっくり確実にできるようにすることが肝だ。わかってても、やっぱり早いテンポですぐ試しちゃうんだよね。気持ちはわかるけどな。一番の近道は遠回りなんだ。一見すると遠回りに思える地道なことが一番の近道なんだ。名言っぽい。それは誰の言葉？ん？誰だっけ？忘れた。最後にもう一つおまけで。やったおまけ。このパターンなんだけど。なんとなく叩けるよ。それじゃ、このリズム、焼きそばに置き換えて叩くとしたら、どのタイミングで叩くと思う？やとば？ご名答その通り、霊夢、やればできるじゃないか。完全に勘だけどね。霊夢の言う通り、これはやとばのタイミングだ。これまでと同じように焼きそばと声に出しながら叩いてほしい。少しずつだけど、このやり方慣れてきた。それは嬉しいんだぜ。前回のウプ主の動画でも話にあったけど、音符は音の高さと音の長さを表すものだ。音の長さってなかなか感じるの難しいよね。このリズムのタイミングはターンだよって教わったこともあったけど、それも正しいと思うぞ。ただウプ主はターンだとどこまで音を伸ばしていいのかわからなかった。だからまずはすべて言葉で埋めてみて、確実にタイミングをつかむようにしたんだ。ターンだとその日によって長さが微妙に変わってしまうかもね。そういうこと。4文字で埋め尽くした場合、日によって長さが変わることはないぞ。それが結果的にテンポキープにつながるってこと？そうだな。リズムはタイミングも重要だけど、音の長さも重要だ。タイミングをしっかり理解すると、音の長さも理解できてくるぞ。今日から焼きそばをたくさん声に出してリズムのタイミングをしっかり理解するよ。霊夢、頑張ってくれよな。マリサ、今日の夕飯はもう決まりだね。焼きそばだろ？